この時間になるとうちの近所では人が歌います。歌いながら歩いてるやつめっちゃ毎日 3,4 人は絶対いる。びっくりした。さっきはい火曜月曜日かまだ6月の10日月曜日のキュインズのショールームのお時間でございます。イエイ。こんばんは。車が 40m 落下したっていうニュースを見ている。フェンスを突き破って落ちたって。崖の下でさ車が大破してた。さっきニュースでびっくりした。どうしたんってめっちゃ落ちてるじゃんって。平日の夕方はねずっとニュースをつけてるから、なんか最近よく最近のニュースに詳しく生きれる。今ねまた交通事故多いね最近ね。くまさんこんにちは、こんばんは、やっほー。いさおこんばんは、やっほー。本当に交通事故が多いね。んーにゃきらめこニュース見るよ多分。めっちゃちゃんと見てるよニュース流してるだけだけどやっぱね見てる。見ちゃうニュースはちゃんと見ています。ゆうえくんこんばんは、やっほー。いさお最近のニュース詳しい。高齢者の運転とかね、まあねなんかね本当に多いよね交通事故びっくりする。高齢者の運転だったり飛び出しだったり。さっきはね線路に落ちたニュースをしてたよ。線路に落下したんだ、落下させられた。交通事故じゃないけどなんか駅のホームで喧嘩になって線路に突き落とされて顔を蹴られたって。怖えよ東京怖えよ。くまさん毎日運転してるから気をつけないとね。そう結構みんな車を運転するっていう方は気をつけて。雨だし、雨だと普段よりね一層多分気をつけないといけないので、みんな安全に生きてください。きらめこ交通事故は常に気をつけてる。気をつけてもそう回避できない場合もあるからね。まあでも気をつけるっていうことが大事。イサをそう突き落とされちゃったやつ、なんかイヤホンの音漏れで注意したら線路に突き落とされたって。怖っイヤホンの音量もね気にしないとね。イヤホンだからふーとか思ってやっててもさ音漏れしてたら申し訳ねえなって思うし気をつけないと。よけじヤッホーヤッホー。これねこの前マネージャーさんがねなんかよくわかんないけどメンバー全員にくれたの。チュッピーチュッピー。なんかここを上げるとね飴が出てくるのこうやって飴を食べたりしまったりするんだって。チュッピーびっくりした。マネージャーさんが急にねメンバー分メンバーカラーのやつをねくれて、なんか可愛いから買ってきたよってびっくりした。可愛いかよって。まだ食べてないきらめこね怖いビビるよね。くまさん雨だとダンプ滑りやすい。あ確かに重い車だと滑るのか。うわーまた運転者が語った恐怖、制限バーがフロントガラス直撃怖っ制限バーがフロントガラス ETC とかではなく何のせい、え何なんかのバーが、あ、高さ制限のゲートが落ちてきた？もしかして。あーい！怖っ怖い怖い、なんか
高さ制限、ここはこの高さしか通れませんよっていうバーよりでけえトラックが来てしまって、そのでけえトラックがバーをこうボロボロって引きずったから、2、3台バーがさフロントに直撃してる。怖っ、ね、フロントガラスに当たった時は死ぬかと思いました。死ぬかと思うよ、もうだって逃げ場もないしよ。おー怖っ。ゲームクチュッパチャップ、そうチュッパチャップスではないみたい、これはいちご棒って書いてあるし、歯を大切にいちご棒って書いてある、これはちょっと違うっぽいけど、でもチュッパチャップスも入るみたい。これやったね、クマさん。そうチュッパチャップス、イサオね、いいものをもらった。これは何かな、豚かな、多分豚。イーウェ君、雨じゃないやつも出てきたら面白い。雨じゃないやつ、何、雪とか、あ、中身が雨じゃないやつな、自己時かな。確かにこれバッて開けてさ、なんかさ花とかついてたら笑うよね。雪地同じの見てる絶対同じの見てる。あ、上部にクレーンがあったんだって、クマさん。そう日テレ日テレさんのニュースをよく見ておりますね私は。あ、これね、確かに開けてさ飴じゃない、なんかよくわかんないのが出てきたら笑うわ。クマさんそれはもう、ん、なんだ。英雄くん映画見てね、高さバー制限バーをこう引っ掛け対策だってさ、同様の事故が起きないよう対策を検討って言ってもさ、これはまあトラックがの運転手がさ通らなければっていうのがあれだよね、通らなかったら大丈夫だったのかな。イサオ一生歯と細胞を大切、そうね、歯は、歯と細胞は大切ですね。前髪が邪魔だ、前髪切らねば。今日はねキュインズこの後リハなの、雨の中だよ。リハが嫌なんじゃないけど行きたくないリハが嫌なわけではないの全然、でも雨だから行きたくないよ、行きたくないどこでもドアがあったらさ、バッて開けたらもうリハだからさ、リハとかリハのとこだから、本当にこういう時どこでもドアが欲しいなって思う。もう本当に雨だから行きたくないよ。ゆきじ、今週のプラモのコスは決まってない、気合いむか、そう雨の中行きたくないよ、寒いし、そう今日寒いですよね。もうだってこれ、このさトレーナーさの裏肝のやつだもん、裏がふわふわしてるやつ着てるもん普通に。ひゆくん、いさお、そう雨つらいつらいつらい。くまさん、みずきちゃんの舞台の会見 YouTube に上がってたね。そうなんだ、きらみこね、寒いよね、ピエー、家にいて寒いのに外出てちょっとでも濡れようもんなら私は寒い死んでしまう、あーやだな雨。中さん、車が店に飛び込んできたことある、すごっ、怖っ、間一髪じゃん。ななな、こんばんは、やっほーゆうべくん、トレーナー、これムキムキのトラ、タイガーパワーチーム、ムキムキのトラ、かわいい。これぼうきち、こんばんは、やっほー。そう今年の冬はね、トレーナーが好きだったな、楽だしかわいいし
トレーナー好き。すごい自撮りライトがチカチカする。うざい。キャー、自撮りライトが寿命で、最近マジで多分寿命だから明るくないしチカチカしてしまうぜ。クマさん、午前中でびしょ濡れになって半日で帰ってきた。そりゃあね、なるよね。怖っ。みんな綿棒で耳かきするのやめよう。綿棒で耳かきして、なんかさ、ふわふわのさ綿がさ耳に詰まっちゃって、何、綿から菌が発生して脳に届いたって。怖っ。耳かき、普通の耳かきでしよう。みんな綿棒でやめよう。怖い怖い。日本でも起こりうる。いさ、パーカーも着やすい。パーカーとかトレーナーとか好き。ななな、ちょっと見ないうちに大人っぽくなった、ありがとう。ゆきじ、綿棒で耳かき、まあなんか日本の人は大体いたって思ったら病院行くから大丈夫みたいなことは言ってるよ。皮膚から頭蓋骨の骨の中に入って、怖い怖い怖っ。今なんかさ図が出てるんだけど、テレビにこうさ耳に入れたら、ちょっとガリガリやりすぎてここの綿がマジでやっぱこうスポッと残ってきてしまったらしくて、耳の中に。それが皮膚から脳の骨にこう入ってしまって、来てない来てないで、なんか悪性外耳道炎、悪性外耳道炎、耳の病気になるらしい。耳、脳、怖いわ。ゆうくんね、綿棒怖っ。でもなんかね、耳かきあんましないな。なんかお風呂上がりとかにさ、耳の中濡れてんな、気持ち悪いなっていう時ぐらいに拭く。ギュッて水拭くためにやってるぐらいで、あんまり私耳かきしない。耳掃除中の毛が178件も通報されてるって、やばいね。みんな耳掃除気をつけよう。クマさん、カッパが役に立たないぐらい降ってるから気をつけて、なるべく完全防備に近いぐらいで。行きたくない、カッパが役に立たない。カッパはまああんまり、つらしんどい。クマさんね、画像行く方、今なんかアナウンサーの人の耳の中の画像が出て、もうちょっとおーんって思っちゃった。昔トゲが取れないと体の中に刺さって心臓に刺さるって話は、聞いて、なんかどっかで聞いたことはあるけど、でしょ、木のトゲとかが刺さったらそのまま血で流れていっちゃうんだよみたいな伝説でしょ。いさおね、耳かきはほどほどがいいね。ゆうくん、耳かきされたい人生だった。私に耳かきか、あんましないからな、加減がわからん。タジオヤッホー。ふう、大体のニュースが終わった。この時間からのニュース番組は尋常家族の幸せ繁盛店とか、なんか人情の話に入ってくるから、世間のニュースはあまりしない時間だな。なんだ、加減、うん。人に耳かきとかしたことないから、多分絶対さ人を殺してしまう気がする。殺しはしないか、やってしまう気がする。いたっつかって、耳かきは入んなかった。なんで飴の棒が入るのに耳かきが入らない。あ、入った。ててれー、
届かん届かん。トゥッテルーって言ったけど届かんかった。これでいいのかな。こうやって耳かき出してこうやってやってる人いったらすごいよね。めっちゃ中入っちゃったよ。なんかさん人の耳かきしてましたよ。してましたよ。そうなの、すごいね。タジオカッパの話してたから来たけど終わった、わかんない。何ゆきじ、目黒に耳かきしてくれるお店あるけど人気でいつも予約いっぱい。そうなんだ、プロのプロの耳かき屋さん、すごいね。ほうきち、人のは怖い。ちび子供かな、子供のもしたことないね。怖いよ耳かきは。だいぶ怖いよ。くまさんね、ちょっとおかしいよね、この人、この人タジオ先生は。タジオ先生ちょっと今日やばくない？何どうしたの、落ち着いて。タジオなんか俺が頭おかしい、頭おかしいよ。急にカッパの話はちょっと今日してない。雨がっぱの話、レインコートの話をしたけど、え、こわ。ツードールやっほー、こんばんは、仕事お疲れ様です。というわけで今17分20分ぐらいにはちょっと配信を終わろうかなと。今日この後リハで荷物をまとめて家を出ないといけないの。あー行きたくない、雨の音がすごいしてる。ゆけじプロ1万も、え、耳かきで、すごいね。すごいね。ゆうくんは今来たばっかりね。今日のちょっと謎い時間に短めの配信で申し訳ねえな。タジオがよくわかんない。くまさんね、耳かきで1万円はすごい、すごい、びっくりするわ。それはタジオ、そういや昨日バンザイのアットジャムの役得点でブラマイドもあったから試合のあげるわ。え、別にタジオが持ってったらいいんじゃない、タジオがもらったやつやけん。タジオが持ってればいいんじゃないと私は思います。ツードール動いてるユリが見れて幸せ、ありがとうございます。ほうきちびしょ濡れね。でも私あんまり靴とか濡れない人間だから、スニーカー履かないから、なんかさちょっとブーツっぽいやつとかよく履くからね、あんまり靴下めちゃめちゃやなーっていう感じにはならない。ラジオよりは普通に可愛いって、何、いつでも可愛いから。ラジオブロマイドとか取っとけな、じゃあ欲しいって言ってる人にあげな、塩ドラとか。ゆうくんね、いやーもう傘さすのが苦痛。今日はあれだ、あの首にかけていこう。今日は携帯をネックストラップにしていこう。リュックでリハだからリュックで、なるべくあの何手が空くようにしていこう。クマさんだったらチェキ10メートル耳かきね、そうだよね。ゆけじもね、耳かきで1万円なんか15万円ぐらいもらったらちょっと行ってみたいけど。15万円ぐらいボーンって手に入ったらちょっと耳かき1万円いってるかなって思うかもしれないけど、まあでもそうね、普通に私もランチェキに積むかな。15万円あったら15万円分ランチェキに積むかな。1万円が上限チェキだから、1万円チェキに使って14万円分ランチェキに積ごうかな。タジオ、そうなんだ。中さん今日は長靴、そっか長靴持ってないな。長靴とか小学生さ低学年以来履いてないかも。
ツードル、サンダル、サンダルもさ逆に強いよね、もうサンダルは確かに逆に強いと思う。こういう日こそサンダルで出かけた方がいいんじゃないかって思うけど、やっぱ寒いから、寒さがあるからさ、あれだよね。きらみこは傘嫌いだけど今日は傘、もう今日はいる。くまさん15もね、そう確かに15万あってもやっぱ推しに、推しにかな。木曜日よきじ、木曜に日曜がけね、あるね。タジオランチェキ大好きマンやん、悪いだって。まあそんな1日で使い切らなかったら毎回のライブで1万円の10枚上限的と1万円分ランチェキを引くっていうのを7日、1週間続けたいっちゃ続けたいけど、1日で使い切ってくださいこの15万円って言って1日用の15万円渡されたら、まあランチェキかな。ランチェキ何枚、500円で2枚だから何枚、もう分かんない500円で2枚よ、もう計算が追いつかねえや。というわけで、おそろそろ本日は終わろうと思います。はい、これからちょっと、でも雨弱まったかも、ちょっとだけ音が弱まった気がする。みんなもまだまだ雨降ってますけど、まだ外にいる方は頑張ってください。私も今から外に行きます。今日も一日お疲れ様でした。次のライブは、15日土曜日に新木場スタジオコーストさんと、池袋で私のプラモの教習所があります。ぜひぜひ日曜日にもライブがあるので、今度の土日も遊びに来てください。というわけで本日もありがとうございました。みんなありがとう。以上、ちょっと待って以上、私たちベットできるアイドルキュイーンズの立花ゆりでした。ありがとうございました。あ、雨やだな、行きたくない。